わ、セイピーさん参戦してほしいな。わぁ、いいなぁ。すぐ寝るって。もう寝るね。終わったかな。一瞬で寝る。どうもー、セイピーです。狙いです。本当に本当に。もう寝てた。そして絶対面白い企画でしょ。滑らないですよ。やめてやめて。東海オンエアさんって M1 撮った人がもう俺たちいじめてるよ。M1 撮ってねえし。おいお前やばいぞ今のなり。モンスタイルにまくられたし。ごめんなさい、ガチマジです。ミキモンさん可愛くなりました。おかしいおかしい。お願いします。本当だ、全然違う。ブスだったのに。いや、ブスだったのに。失礼だろ。失礼3連発。哲也、セイキン頑張ってくれた事件。誰も知らないからね、それ。動画でセイキンさんのサムネとかを使わせてもらったりするときに許可取ってるんですけど、心よく OK していただいて、ああ、ありがとうございます、そういうやり取りが増えてきたんですけど、間違えてセイキンもお体にお気をつけくださいみたいなことを送っちゃったわけ。バチクソタメ口で。自分たちがやりたくないことを代わりにやってくれてるから見ようっていうね、フォーばっかを皆さんね見せてきましたよ。そうね、確かに。じゃなくて、いいなっていう方向、こうなりたいなっていう動画で、そのみんなね、あの見ようって思ってる人が多いんですよ。マスオさんさえだ。そうだ、はい、そうだ、私もやってみようさえだね。そう、マスオさん見られてないじゃないか。ちょっと待ってくれ、待て、ちょっと待ってくれ。そうだ、私もやってみよう、先駆けだろ。あの人はマスオさんめちゃくちゃ見てくれてるから。マスオさん見て羨ましいってなんでしょう。なんでなの。それは俺らの中だとその人なんだから。そうなんで、頭抱えてるじゃないか。こんなどうしようって。妖怪ウォッチの主人公の男の子の名前をお答えください。結構ドンピシャかもね、世代的に。そう、めちゃくちゃ流行ったもんね。内山さん。鬼太郎。めっちゃが最初に死ぬじゃん、ね、6位はまあ僕の気がする、ね、と思うな。しないよ、2番目の気がする。俺もここは普通に体がちっちゃいとかよ。いや、しまいよ、俺とか笑いよ。そうだよ、全く同じよ。だから、歳光が食えるのは何だろう。体の大きさ関係あるの結局。いや、じゃあ、木下さんとかは何。ん、木下さんとかは何。そんな失礼なことなんか言わせようとするのはしない。なんで失礼じゃないよ。すごいんだよ。それ自分でやってんだから。すごい系だ。うんこでゲームなの。それは、それは失礼だ。見たことねえだろ。あ、やばい、あ、すいません。違う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 皆さん知らないと思いますけど、はい、チェックしてください。知ってるよ。知ってるよ。これを見て動画を見に行かれると困る。意外と普通だから。アンチ、アンチじゃないっすよね。アンチじゃないさ。愛してるでしょ。アンチのチャンネルアンチじゃないよね。違うって。大ファン大ファン大ファン。ファンですよね。ですよね。知ってる？というかさ、普通にバブル知ってる。え？内藤さん？普通に。え？知らない知らない。王さんお目が高すぎない？ね。楽しいね。引きつけて企業が。よく気をつけたね。ナイトークが長いよ。ちょっとナイトーク、ナイトーク、ナイトーク。あとちょっと今名前すごく良かった、ナイトークっていうね、うん、でもその前にもっと引っかかることが今あって、よく起用したねナイトーみたいな。あ、違う違う、それはいい意味ね。いい意味、いい意味でよく起用したなーって。でも普通なんかさ、笑顔の弾け方とか、ね、そうね。ん、ファンだよね。ファンですよ。それは すごいなと思って。私にとっての夢、ズバリこちら、VS 嵐の出演でございます。おー、はい、もう一つの不安要素、 YouTuber 軍団に俺は入れるのか。いや、入れるんじゃないですか。それは入れるっしょ。次、こちら5人目、なんと関根梨紗です。おー、はい、女性ですね。はい、理由こちら、これだけ遅い。はい、白いやまして。女性枠として YouTube 界の女帝が参戦、嵐に対するチャラついた態度で炎上するぞ予想と。出てからの考察じゃないかこれ。さあ来たぞー、最後の人が。
嘘でしょ、これね。ねえ、楽しそうだなと思って。早く押してください。俺が VS ラジ出れるのがセフィなんだよ、今。頼むよ。いや、これで出れなかったら、じゃあその後言うのは何喋るんですか、今から。いきますよ、最後一人。はい、こちら。なんと、あ、違った、サーヤなんですよ。今日もちょっと思ったそれは俺。なんとね、僕入れませんでした。あ、入れないじゃん。なぜなぜサーヤかというとこちらですよ。はいや、はいや、リサさんには出せないフレッシュさが売り。そうだ、はい。なんでリサさんそんなミスってんの。続けて。リアルな、おばさんに厳しすぎるんだよな。お前もリスんだバカ。何度見ても強烈ですね、すごいな。こっちを見ながら。あ、これだったら、いけます。脇で脇。うわー。うわー。うわーってことはない。うわーってことはないや。残念だなは。失礼。えなこさんじゃなくて、残念だなはあるけど。うわー。真ん中の方がね、もうすごい。ちょっと座ってらっしゃって。塩月さんね。93やから。メガネのチョイスとかもちょっと、なんでしょうね、あんまり見ないかなってのありますね。あとはズボンの丈とかもちょっと何部丈か聞いてみたら。それ何部丈のズボン。これは93年だけ。おお、そうきた。ちょっとシンパシーを感じない世代のギャグです。ギャグの世代が違うな。いや、すごく愉快でいいな。お前もダサい時あの竹のズボン履いてる。おい、やめろ。ってことはダサいってなっちゃうじゃないですか。失礼の連鎖が起こってるから。まあ問題を僕が作って、唐木くんにまあちょっといいやつかなってぐらいのものを作らせてみてくださいって言って。あ、そのジャンルの中でね。そう、でそれが僕が思ってたよりも 1.5 倍ぐらいちょっと高価なものだったので、俺たちのこと金持ちだと思ってんの。金持ちだと思ってんのか。金持ちだろ。いやいや、そんなこと言ったら破産。ねえ、そんな 1.5 倍もいいもん買われちゃったら、もうそれ本当にヤバい。先輩のヤバい。しまった。先輩いじらない。なんで絶対に破産しないくせに破産破産って。絶対乗り込んでって。それはね、乗り込みましょう。いや、あれ絶対乗り込むから、ね、10日前ですか。じゃあ、じゃんけんするか。負けたやつ買い取りね。負けね。負け。最初、じゃんけん、ぽい。破産。いや、でも、iPhone が2007年で、こっち2006年なの。うわ、マジで、結構運ゲー。まあ、と思ったけど、なんか、最後、iPhone が。やめろ。だって、お買い上げだから。破産するだろ。いじりすぎか、先輩。破産しないです。めっちゃうざいです。続いての問題は、フレンド問題です。関根理沙さんからの問題。皆さん、最近鼻もさがハマっている食べ物は何でしょうか。ねえ、私も大好きです。聞こえない聞こえない。いや、すごいもん壊してる。ピンク。チーズ。チーズだろ。いや、黄色。チュール。いや、私も大好きです。マジ。ロースビーフ。イメージイメージすぎ。ピンク。白菜。俺んちの犬が好きだったんで白菜な。タマキンあれ、お前。いく。タマキン。ない。はい、怒られる。干してないんだからね、タマキンあれ。シワなんだから。干しタマキン。干しタマキンでもない。マス、アズノコ、塩コーチ、タラ。あー、人の名前っぽいとこ。タラ、シラ、コシラ。先輩と思ってあだ名つけてみたら。マスはマスオだろうな。カズさん。瀬戸コーチさん。瀬戸コーチ。コーチ。カズさん、マスオさん、うん、白子さんがね、まあまあ最難関だよね。まあ一番、うん、お客さん最初に自分たちでタレ巻いてます。タレまでチンポ。チンポね。正金。白子は確かに正規だもんな。まあ正規ではないよね。正装は正規だし、まあ、だとしたら、仮にしたら、つまり何ロール。昔頑張ってた人たちロール。いやいやいや、この人ですね。ブームの重鎮ロール。大正解。いやー、むずい。すごいすごいこれ。うーん、むずい。これは白子の師匠に関しては本当に頼むみに、すいません。すいません。今までこんだけさ、いじらせていただいてさ、正金さんのことをさ、正規呼ばわりそうだなかったじゃん。それだけはダメだよって。
名前をね、使いたかったんですよ。本当にもうこの世にしかなかった。本当に、すみませんでした。ということで最後ですね。もう一番問題ですね、これが。ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。虫眼鏡って書かれたでかい段ボールが家に届いたんですけど、何も聞かされてないんで何喋ったらいいかもわかんないですけど、なんか書いてあるんだよね。動画を撮りながら開けてね。ダメ口、虫眼鏡って書いたっていうんですけど、見てるからね。ダメだよ、ダメよ。敬語使ってちゃうと。なんだこれ、大きいの。それもさ、僕の名前さ、金様になってるめっちゃめっちゃおい、やめなよ。金さねえだろ。誰がこんなに呼んでるんですか。ヒカさんとか頭だかるよ。金は取らんなの。おかしい。おい、大丈夫かな、本当に大丈夫かな。ふやふやするわ。中国の人っぽいね、金様。まあいいや、開けますよ。なんかこれ軽いんだよね、これ。でもプレゼントなのかな。虫眼鏡ありがとう。ごめんなさい。なんだ、もう一瞬になってんじゃん。なにこれ。もしかしたらいいものかもしれん。この中、箱の中身はなんだ。うわ、しかも、かきした結構ね、あってなるタイプの開け方してるね。三重になってんな。いや、これ最後まで箱とかやめてよ、マジで。これマジでさ、寝る時間割いてやってるからね。ごめんなさい。それは本当に申し訳ない。ほろほろ言ってる。忙しいの。なにこれ。え、いいもんじゃない、マジで。いくよ。これ多分ここで出てくる。ありがとう、マシメガネ。5個目なんだよ。普通にイラッとしてる。ダンボール処理するの大変なんだから。厳重になってきたぞ。お、これ6箱目か。あー、めんどくさ。寝る時間割いてんだから。7箱目でなんか出た。え、なにこれ、怖いよ。なんかなんかのうんことかさ、じゃないよね。なんだと思ってんすか、イカキンさん。え、なにこれ。いきますよ。もう視聴者の皆さん知ってんのかな。せーの、うい。おお、まだ。なんかくせえな。なんだこれ。え、なにこれ。なんかマトリョーシカみたいなやってんの。なになに、これ頭開くんだけど。せーの。手紙入ってる。え、なんか紙入ってる。怖い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 。湿ってんな、この紙。虫ちゃん、覚えとけよ。やばいわ、これは。これはまずいな。やばい、これはもう本当に悪能がすぎる。これはひどい。まずいことになってるな。あ、まずい。いや、最近さんには積もる話がね、我々は。そうなることだらけ、本当に久しぶりだわ。日頃から本当に元気でよかったです。今日は電車で来られました。今日はね、もうフェラーリで。あー、本当ですか。え、嘘嘘嘘。あ、嘘嘘嘘。男すぎると思って。いやー、なんで。はい、こんにちは。はい、はい。え、あ、はい、はい、なの。負けました。あ、張り手はスリープベロリンガドブクロン。